おはようございます。マーティン。こんにちは、マーティン。大名脈は、金です。2011年あの、東日本大震災3月11日に発生したそうです。その3.11伝承ロード。まあ、青森、岩手、宮城、福島、3つ、4カ所ですね。はい。まず、青森は八戸、港体験学習館。2階に港カフェでは防災食を使ったメニューありますね。はい。これ、東北も本当に最高ですね。はい。岩手県の、えー 東日本大震災津波大賞館、岩手津波メモリアル、これ、陸前高橋にあるそうです。やはり、これも道脇松、高田松原も併設したそうです。はい。まあ、宮城県では、えー、石巻南浜津波復興記念公園、頑張れう石巻黒いシンボルを掲げてですね、はい。福島県は東日本大震災原子力災害伝承館、これ、双葉町にあります。この映像も本当に、えー、懐かしいね。コンビニター福島、これ、前も紹介しました。これ、三春町にあるんです。はい。 というわけで、はい、3.11伝承ロードでした。バイバーイ。